you've arrived. Assembled, ようだな。では始めよう。一部聞き及んでいるかもしれんが、我が朱雀は八石議会の裁可をもって国土解放に向けた大反攻作戦を開始する。この作戦には総竜軍と諸君を含めた戦闘可能な全候補生が参加する。各候補生は軍艦の指示に従い、グループごとに独立して行動してもらう。正規軍とは別行動ということでしょうか。正規軍は交渉面より広告軍本体に当たる。候補生の部隊は少数であることを生かし、機動性を重視。オリエンス最強の友軍として敵を叩け。我々の向かう場所は朱雀領トゴレス要塞。トゴレスは北と東両国の国境に隣接する地域でもあり、本土防衛の面でも早急に奪還したい場所の一つだ。現在トゴレス要塞は広告軍の完全な占領下にあり、正規軍による奪還は非常に困難な状況となっている。そこで諸君は正規軍が行う奪還作戦に友軍として参加。内縁部にいる敵主力部隊を制圧してもらう。その後要塞内部に残存する敵部隊を正規軍と共に迎撃。トゴレス要塞を奪取せよ。諸君の活躍遺憾では広告兵の士気を奪うこともできるだろう。アギト候補生としての力を存分に示せ。以上だ。第一次朱雀反攻作戦は総竜軍による制空権の確保及び候補生によって編成された神出鬼没な友軍の活躍により次々と勝利を収めていく。敗北が続く広告軍は戦線の維持を放棄。クラスゼロが向かったトゴレス地域でも徐々にではあるが広告軍の後退が目立ち始めている。クラスゼロ、任務を開始する。現在、正規軍が多方面より奪還作戦を展開中。クラスゼロは、南正面より攻撃を開始。敵の注意を引きつけろ。三段六中隊だ。これより攻略を開始する。793中隊、目標地点に到着。何としても突破しろ。ここを奪い返すんだ。ゲームエンド。こちら336中隊、要塞内部に侵入。
第一種戦闘配置くさびれ状況急令縄文が突破されたしていた793中隊と通信途絶。要塞攻略部隊は警戒を厳重にせよ。閉じ込められた。要塞内防衛装置の起動を確認。攻撃対象は要塞にとっての侵入者である我々だ。こちらでエナジーウォールの解除を試みる。それまで待ってくれ。ゲームエンド。この軍神が敵だって言うのか。こんなところまで来やがって。
仕切り直しだ。手伝う。ゲームエンド。お助けに参上。
スザク総竜軍の圧倒的勝利に終わったトゴレスの戦い。しかし、クソ、これしき、制圧を確認。トゴレス要塞奪還作戦は成功だ。敵軍は広告の残存部隊への追撃を開始するが、クラスゼロはどうした？応答しろ。今の緊急通信はどこから入った？なんだ？トゴレス要塞に舶来合流。よし、カトル巡将の作戦通り、あれの到着まで待たせればいい。トゴレスにいる兵に伝えろ。はっ。トゴレス要塞にいる全軍に通達。こちらクサビ。
しばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ赤き魔人ども。行くぞ須田家の魔人ども。すまない、クラスゼロへ新たな任務だ。直線部に高速移動する未確認魔導アーマーを確認。撤退する広告のしんがりを務めるように勝ち下がっていく。クラスゼロは急行し未確認魔導アーマーの対処に当たってくれ。遅い。しくしょう。ババロの力見せてみよう。どこを狙っている。ここですね。時間だ。貴様らの因果にも王法が下る。生き残るならば再び魔人。おいこら、ずいぶんあっさりと引きましたね。
トゴレス要塞に粒子反応、白虎の高型粒子です。出てきたか。要塞内に展開している部隊に通達。識別信号赤、トゴレス要塞に向かっています。バカな、ぶつかる気か。クリスタルは一体何をしようとしているんだ。全部隊に撤退命令。緊急通達、宗教がそちらへ向かわれる。この通信を聞く全部隊は直ちに撤退、戦線を離脱せよ。あれがスザクの不死。白虎クリスタルの守護者よ、これは主に与えられた使命か。語ることの葉はない。そうか、そして500年ぶりとなった武士同士の激突は、スザク領トーレスという大地をオリエンスの地図より永遠に消し去った。